こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、はい、アメリカ株、ニューヨークダウなどの、もう過去最大の、歴史的な大暴落で、えらいこっちゃなりましたね。そのえらいこっちゃなった時ですね、その時、空売りをした投資家たちは、なんと5兆円も稼いだと。5兆円、という情報をお伝えしたいと思います。5兆円稼いだ人がいると、はあ、しかもそれはですね、有名な大手ヘッジファンドはこの大暴落でほぼ全滅してます。大損しまくってます。じゃあどこのヘッジファンドが儲かったのか、はい、ちょっと意外なところが出てきてるんですけど、ちょっとかなりその辺の踏み込んだ話もしたいと思います、はい、またね、皆さんの投資家レベルを上げるために今回はですね、ヘッジファンドが重要視している銘柄である、いわゆる VIP 銘柄、 VIP 銘柄というものについての解説と、うん、あとですね、アメリカ株と日本株の直近の今後の見通しなどもご紹介していきたいなと思っております。では順番に見ていきたいんですけども、まず神尾 TV の別のコーナーでもご紹介しましたが、この2月のね、最終週からの世界同時株安のその裏側で、日本では報道されないその裏側で投資の世界では何が起こっていたのか、その答えはですね、まあ、JP モルガンなどによれば、コンピューターというか、まあ、世界最先端の AI を使ってトレードしている、まあ、いわゆるクオンツ系ヘッジファンドですね、はい、などなどが約16兆5500億円という超大規模な、強烈な空売りショートを仕掛けたからというのが一つの原因だったと、うん、その、AI が空売りを仕掛けたことによって人間の投資家たちも追随して空売りした、だから暴落していったっていう動きがあるっていう話もしましたけども、うん、はい、そのね、彼彼女らがというか、もうこの AI 先生を中心にですね、うん、この歴史的な株価大暴落で空売りをしていた投資家たちはその空売りでいくら儲けたのかということが今回明らかになりました、うん、金融分析会社の S3 パートナーズっていうところがあるんですけども、はい、そこの、調査報告によるとですね、この株価下落の中でアメリカ株の空売りをした投資家たちはですね、そのポジションをどんどん拡大していって、7営業日つまりわずか7日間で500億ドル、約5兆4000億円余りの利益が生じていると。だから空売りした人はめちゃくちゃ儲かっている。売りに売りまくったわけですね。7日間で5兆円の含み益ですか、ね、すっごい売られたってことですよね、これ言えることは。もうちょっと正確に言うとですね、2月24日から3月3日の間に空売りのポジションは150億ドル近く増え、合計8480億ドル約92兆円達したと。へえ、92兆円空売りがあったってことですね。すごいね、全体でね。さらにこのリポートによるとですね、これらのポジションから時価基準で513億ドルの利益が生じた、つまり約5兆4000億円の利益が生じているってことになります、うん、しかもこれはその時点での含み益だったので利益確定したわけじゃないんで、この3月4日以降も大暴落が続いてますから、うんうん、さらにこの撮影日から言った昨日なんかニューヨークでは2000ドルとか増えてますんで ね、この空売りの利益はもっと増えてるだろう。はもう10兆円近くいってるかもしれない。すごい。あ、でも含み益ですよね。含み益ですけどね、まだ利確してないから、ここから利確していくとしても、まあ、それぐらい含み益で出るということですね、うん、S&P はこの期間中に 10% 下落したんですけれども、そこで大儲けしたってことですね。なるほど。そしてこの2月24日以降の世界同時株安のショートポジション空売りで最も大きな利益が生じている銘柄も発表されております。それはですね、アメリカの電気自動車メーカーのテスラです。テスラ、うん、あの電気自動車のね、うん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 、テスラがこの7営業日で 17% 下落したので 17% 11億ドル約1200億円の利益が出たことになると。ほう。このテスラがですね、いわゆる VIP 銘柄なんですよ。ヘッジファンドが突き込んで買ってる、売り買いする銘柄、これはちょっと後で詳しくもう一回解説しますね、はい、そのテスラが大儲けの引き金になったってことですね、うんうん、さらにですね、この S3 の報告によると、まあ、株価がさらに数日にわたって上昇すれば、まあ、空売りした投資家たちも利益を確定していくショートカバーの動きが起こるだろうと指摘しております、うんうん、まあ、実際3月3日以降一時上げた日もあるんですけども、この前週ね、3月2日からの週でそれほど買い戻し入ってないみたいなんで、うん、まだこの反発で、週明けの9日にさっき言ったニューヨークダウン2000ドル暴落してるんで、まだちょっとポジション残ってると思われます。なので一旦上げる反発あり得るでしょうね、う
でもまだ膨大な空売りは残っているということですね。なるほど。ちなみにですね、今回のこの歴史的な株価大暴落で、先ほど冒頭でも言いましたけども、有名な大手ヘッジファンドがほとんど大損しています。うん、つまりですね、イコール、この空売りで大儲けした側ではないということです。ね、うん、誰が儲けたんや。じゃあまずその損した投資家が言いたいんですけども、はい、例えば、世界最大級のヘッジファンド、うん、レイダリオさん率いるブリッジウォーターアソシエイツはですね、うん、なんとこの大暴落でマイナス 8% 出しています。うそん大損。あのレイダリオさんが、あのレイダリオさん、この株価暴落に巻き込まれたということですね。さらにですね、2019年、全世界の2000社以上のヘッジファンドで、うん、ダントツで一番稼いだヘッジファンドとしてこのコーナーでも特集した TCI、うん、はい、まあ、あと別の動画で出してますので見ていただきたいんですけども、2019年一番稼いだ一番トップ20を全部、別名公開してるんですけども、その中の1位だったところね、うん、TCI もこの大暴落でマイナス 8.8% です。へー。 こちらの TCI はアクティビスト系、つまり物言う株主で、企業に入って、まあ、こうしてくれこうしてくれ入ってあげてくれとかいろいろ言って、まあ、株価を上げて稼ぐところですね。なるほど。だからこの大暴落に巻き込まれたってことですね。しかも 8% って結構な、 8.8 なんで、うん、だいぶ大損してますね。そうですね、うん、前回世界1位だったところは今回大暴落したってことですね、うん、なるほど。まあ、さらに有名なところで言うと、アメリカテキサス州ダラスにあるマーベリックキャピタルとかも、これこっちでも空売りでも利益が出てるんですけども、ロングポジションも大量に持ってたんでマイナス 6% ぐらい出してるってことですね。そしてある意味ちょっと衝撃的なのがですね、コーン付けイコール、まあ、AI による投資で有名な AHL エボリューションファンドっていうところがあるんですけども、ここがもうマイナス 3.8% となっています。この AHL エボリューションっていうのはですね、上場しているヘッジファンド会社で世界最大のイギリスのマングループが運営しているんですね。だからその子が運営している AI のヘッジファンドが今回負けたということです。ちなみにこの AHL エボリューションのファンドはですね、アルゴリズムを駆使して、うん、トレンドを重視する、その普通の投資家があまり扱わないような流動性乏しいところをメインでやっていくっていう投資なんですね。でしかもこの AHL はですね、徹底しておりまして、数学とコンピューターが全てを制御すると、うん、24時間絶えずトレーディングを行い続けている、いわゆる CTA っていう戦略に分類されるんですけども、ヘッジファンドの中でね、うん、さらにこの AHL っていうのはですね、もう高度で最先端な数学モデルを使ってるんで、僕たちが見てもこれ数学か謎の暗号かわからないような数式を使って、あのここにブワーって書くやつあるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じイメージね、あんな感じの数学を使ってるんで、うん、社員はですね、オックスフォード大学とかケンブリッジ大学のこの、まあ、欧米ですね、アメリカ、ヨーロッパで超有名名門大学の数学、統計学、物理学、コンピューターサイエンスの大学院で研究し、うん、博士号を得た研究者しか務めれないみたいな。へー数学者ですよね。もう数学者だからコンピューターのスーパープログラマーしか取らないみたいなところなんですね。へえ。そういう超エリートたちが集まって AI を作ってだった、そんなすごいヘッジファンドの AI 今回負けたということ。負けたんだ、うん、すごいことが残ってます。 3% マイナス 3%、うんうんうん、まあ微損、いやヘッジファンドだったらもう全然ダメですね。そうか、うん、マングループって言ったらもう金融中心ですからね、負けたあかんとこやね、絶対負けたあかんと、うん、じゃあこのね、空売りで5兆4000億円ぐらい稼いだ側のヘッジファンドどこかというと、どこかというとですね、うん、キャクストンアソシエイツ、うん、戦略はマクロヘッジファンドですね。あとカーゴズワイルドキャピタルパートナーズなどが今回 5% 以上の利益を上げております。ああ、知らん。これはちょっとね、マニアックなんであんまり日本人には馴染みがない。いやいやいや、馴染んでる人おかしい。ああそこね、キャクストンとかカーゴズワイルドですね。まあ ここはもうロンドンシティのヘッジファンドで、あのもうロンドン中心にやってるところです。また特集したいと思います。特集あるロンドンシティはね。ああ、なるほど。さあ、債券市場で見てみますと、ワンリバーアセットマネジメントっていう、これアメリカのコネティカット州のファンドなんですね。ここは 7.8% 上げてると、この短期間でね、すごい稼いだファンドもいるということですね。大儲けだな、うん、じゃあなぜね、この今回大手の有名ヘッジファンドは今回大損して、このような日本であまり馴染みがないようなところが今回大儲けしたのかと、いうのはですね、まあ、この辺りはもう詳しく解説するためには、もうそろそろもうユダヤ系のね、うん、国際金融資本の話とか、うん、その裏に潜む王族の話をしないとちょっともう
追いついていかへん、追いついていかないんで、うん、まあ、していく、していく、まあ、これ以上 YouTube さんと溝が埋まらなければやっていこうかなと思って、うん、埋まるで、埋まらないよ溝は深まっていくばかりだと思うよそれ。またそのうちちょっと詳しく解説していきたいと思います。なんかね、か今回はだから今まで買ってたところのグループじゃない方が買ってるっていうこと、ね、なるほどね、そこがちょっと特徴的なんですね。はい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 、うん、じゃあなんでだろう、なんか変わったんやね。だからそれを言うにはいろんなとこから説明していかなあかんけど、ね、それはやったらもうこれ YouTube と全面対決になりますから。あら、かわいい、かわいい絵にして世界大戦になりますよ。ほんまやね、頂上決戦になりますから。かわいい絵にして紙芝居にしたら大丈夫やと思うな。人形劇にします。そう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 、またチカチカ人形劇をしてるんです。はい、またちなみに今回ですね、その大暴落して売られなく売られまくったというテスラですけども、うん、実はこの銘柄はヘッジファンドのいわゆる VIP 銘柄、VIP 銘柄の中でも実は一番人気のあった銘柄なんですね、うん、でまず VIP 銘柄とは何かについて解説しますとですね、 VIP とはベリーインポータントポジションの意味です。あ、そうなんだ、うん、日本語ではまあ人気集中銘柄って訳されることが多いですかね、うんうん、だからヘッジファこのコーナーでもまあちょこちょこ言ってきましたけども、多くのヘッジファンドたちがトレードする銘柄っていうのは実はですね、ある程度は決まってるんですね。あ、そうなんですね。よく買われる銘柄、よく空売りされる銘柄っていうのは人気集中銘柄っていうように、ある程度人気が集中してて、多くのヘッジファンドは大体同じ株を買ったり売ったりすることが多いってことです。それを VIP 銘柄っていうんですけども、実際 VIP 指数とかっていう言葉のぐらい、まあ、そういうヘッジファンドだから結構オープンなんですね。オープンですね、うん、ある程度決まった銘柄を売り買いするんですけど、例えばですね、まあ、これアメリカ株なんでちょっと日本人の馴染みないかもしれないですけども、うん、例えばロング銘柄、つまりよく買われる銘柄としてはですね、ヘッジファンドの VIP 銘柄のうちのロングバージョンで言うと、実は1位がテスラなんですね。あ、そうなんですね。2019年で言ったらね。へー。あとは、例えば2位が PC&E、うん、カンパニー、まあちょっと日本では馴染みないかな、うん、リングセンターとか、うん、4位がウーバーです、ウーバーテクノロジーですね。で6位がネットフリックスとか、あとは10位マイクロソフト、11位アマゾン、うん、13位アドビー、うん、まあ、17位マスターカードとか、19位アルファベット、20位ビザ、うん、あとはですね、まあ、28位アップルとかね、こういうふうにある程度その名の知れたところとか、その、うん、ヘッジファンドがロングで買う銘柄ってある程度決まっているんですね。へー。今言ったところがよく買われているところですね。で逆に、ショート銘柄、つまりよく空売りされる銘柄としましては、1位がですね、ヘッジファンドの人気集中銘柄の中で VIP 銘柄の中でショート部門の1位が2019年でいうとエクソンモービルなんですね。あ、そうなんですね。一番売られていると。へえ、かわいそうやな、なんか。株価下がるしかなくなってくるやん。まあまあまあ、でもヘッジファンドこれを空売ったら儲かると思ってるわけですね。はあ。まあ、3位がウェルスファーゴとかね、うん、6位 3M とか。うん、かわいそうやな。かわいそう。地道にテープ作っとるやん。テープだけじゃなきゃね、全部。まあ、10位 AT&T とかね、うんうん、15位オルマートとか。オルマート、まあ、そういうふうに空売りされる銘柄とロングされる銘柄別で人気集中してるってことですよね。なんでそんなことが起こるんですか？まあ、だから材料とかで言ったらこれ買ったら儲かるとかってある程度も決まってきてるって感じですね。あ、みんな同じ分析をするから大体偏ってくるってことですか。でしかもこれはヘッジファンドの人気があるっていうのが分かってくるとさらに買いやすくなるじゃないですか。なるほどなるほど。だからテスラなんかはですね、リターンで言うと 105% 上がってるんですね、倍になってると。もうダントツで買われたってことですね。へえ。で逆にエクソンとかは 12% 下げてるとか、うん、まあ、そういうふうにヘッジファンドの集中銘柄っていうのは決まっているということですね、うん、このようにですね、多くのヘッジファンドたちが好き好んでよく買う銘柄、ロング銘柄ですね、逆によく空売りする銘柄、ショート銘柄っていうのを VIP 銘柄とか、まあ、人気集中銘柄と言います。なるほど。そして先ほど言ったようにですね、今回大暴落して売られまくったこのテスラはですね、実はその VIP 銘柄のよく買われる銘柄、ロング銘柄の中でも去年、特に去年ですね、ここ最近では一番人気のあった銘柄、うん、イコール多くのヘッジファンドが買いまくっていた銘柄なんですよ。あ、そうなんですね。なので冒頭でお伝えしたように、今回の大暴落で空売りで5兆4000億円稼いだヘッジファンドたちもいれば、うん、このテスラなどの大暴落で超絶に大損しまくったヘッジファンドたちもそれ以上にたくさんいると。
ことですね。なるほど。まだつい最近のことなんでちょっと最新の詳しいデータは出てないんですけども、うん、おそらく今回の株価大暴落でテスラとかいっぱい持ったヘッジファンドではですね、結構めちゃくちゃたくさん倒産していると。なるほど。出てると思いますね。そんくらい損失が出てるんだ。人気集中なヘッジファンドはもうテスラをめっちゃ買いまくったわけなん で、うん、でテスラ今回一番暴落して一番空売りで儲けたってことは、多くのヘッジファンドは大損してるってことです、うん、一部のヘッジファンドはテスラで儲けたってことですよね。っていうことが起こっていると、そろそろまたそのデータ出てくると思いますね。なのでこれもいつも言っていることですけども、ヘッジファンドといえばね、あくまで一般的なイメージではもうみんな儲かりまくっているとか、うんうん、まあ、株とか為替とか、その FX 債券などもう自由自在に価格操作しているイメージとかね、うん、なんか個人投資家を食い物にして、まあ、僕らの利益を奪いまくっている、はい、それがヘッジファンドだと。そうだ、まあ、もっと言えば世界をもう支配しているんじゃないかと。そうや、そう思ってた。そんなイメージがありますけども、うん、まあ、実際のところはですね、勝ち組ともう負け組にはっきりと分かれてるということですね。だからヘッジファンドと一括りで言っても、同じヘッジファンド業界の中ですでに超格差社会になっているということですね。でもっていえば今回の大暴落では AI を使ったクオン付きヘッジファンド、一部のクオン付きヘッジファンドの一部と、大底で買ったロングショートのヘッジファンドなど、ほんの一部のヘッジファンドだけが大儲けして、他のほとんどのヘッジファンドと個人投資家などがやられたという構図ですね。なるほどね。七節さん大好きのブリッジウォーターも大損しましたし、ほんまですね、去年1位の TCI も大損したし、と、うん、いうことでちょっと去年と主役がガラリと変わっています、この大暴落で。というのがこのヘッジファンド業界実は起こっていると。なるほど。これはイコール裏の金融の支配がちょっと変わってきているということですね。そうですね、うんうん、ほんまやで。だってそのまあ言うたら資金量で売り浴びせで買ったってことですもんね、うん、そう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 、うん、今までそれができひんかったから、うん、そのそっち系が買ってたわけですから、そう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 、だから AHL ってマングループが運用する AI を倒した AI が出てきたということです。ほんまですね、うん、AI だそれも、うん、そういうのが起こっているというこの世界。なるほど。だからただの大暴落にしか見えないです。その裏ではこういう権力闘争も起こっているということですね。なるほど。その辺を詳しく解説しようと思ったら、だからユダヤ系の話しなあかんのですけど、皆さんのいいねがいいねとチャンネル登録はそれを支えますので、また紙芝居か人形劇になります。めんどくさいわ。とりあえず僕ら人形劇の人形の動き方を学びましょうか。というわけでですね、プロの投資家トレーダーとしてはですね、まあ、いつも言っているように空売りショートっていう武器も使いこなせるようになりたいところですね。ああ、そうですね。はい。というか逆に言えばですね、プロの投資家トレーダーとしては、この空売りショートっていう武器が使えなければ、うん、まあ、一般的にはね、相場の 60% か 70% は、まあ、下降トレンドって言われてますんで、そんなに？そもそも稼げないわけですね。うんうん、つまり買いロングのみしかできないのであれば、うん、50% も稼ぐチャンスはないってことです、うん、このね数年は日経平均もニューヨークダウンも右肩上がりなんで、あんまり実感が湧かないと思うんですけども、あ、買いでよかったもんね、うん、もっと長いスパンで相場を見てみるとほとんど下降トレンドなんですよ。あ、そうなんですね、うん、上昇トレンドのことが少ないですからね、うん、だから買いのみだとなかなか勝てないってことですね、うんうんうん、それなんと言ってもですね、たとえ世の中が大不況になったとしても、まあ、ほぼ唯一稼げる職業っていうのは投資家トレーダーなんで、うん、やはりね、空売りショートっていう武器も使いこなせるようになるべきかなということですね。なるほどね。まあ、さらにはこのコーナーでもずっと言っていますけども、プットオプションっていうね、もっと低リスクでもっとハイリターンを狙える武器もあります。ほう。もちろんね、プットオプションに対するしっかりとした知識と、うん、何よりちゃんと使いこなせればっていう条件付きですけども、プットオプションもめちゃくちゃ稼げる武器ですからね。うん、まあ、でも上がったらその分だけ損するわけよね、うん、そうそうそう、証拠金の分というか、証拠金っていうのは買った分だけね、買った分ね、うん、オプション料の、うん、オプションだけしか損しないですよ。空売りは青天井でいくらでも損しますからね。でレバレッジがかかってるんで、うん、わかりました。わかりました。もうじゃあプットオプション特集ちょっとやってもらおうかな。私がですか？プットオプションやってみたっていう、ね、ああいいと思う、ね、おー、まあ、勉強もしていく、うんうん、プットオプションだけに特化した人になる。めっちゃ稼げるよね。おお、じゃあ資金の方お願いします。いや資金はあんまりいらない。まだ資金でねいけますもんね。まあそうですね、うん、でまたこのね空売りとかショートとかね、このプットオプションについても神尾 TV でゼロから初心者に向けて解説していきますので、どうぞお楽しみということです。まあ見逃さないためにチャンネル登録しておいていただければと思います。
では最後にちょっとだけですね、アメリカ株や日本株の直近の今後の見通しなどを見ておきたいんですけども、うん、まずはもう何と言ってもですね、ここ最近株価の値動きがめちゃくちゃ激しいですよね、うん、もういわあすごいよね、もういわゆるだからボラティティが大きすぎると、うん、っていうか激しすぎる、うん、そして動きも早すぎると、早すぎる、この3月2日の週で言うとですね、毎日 2% 前後株価動いていて、これはリーマンショックに次ぐボラティティの高さだということなんて今、ね、だもうそれぐらい動きまくっているってことです。まだ次ぐなんや、うん、うん、もう超えても良さそうやけどね、まあ、超えもう直近までた超えるぐらいもね動けてますけども、それぐらい動いてるってことですね。もちろんその理由の一つはですね、世界中で感染拡大が止まらないっていうショッキングのニュースがあるからっていうのはもちろんありますが、うん、一番最大の理由はやはりクォンツ系ヘッジファンドのせいなんですよ。ここではですね、 AI というよりはコンピューターを使って1秒間に何百回とか何千回っていう理解を繰り返す、いわゆる高頻度高速トレーディングっていうのがありますけど、それのせいですね。この高速トレーディングの裏話についてもまた近々特集しようと思うんですけれども、うんうん、まあ、そのコンピューターによってもう人間だと1クリック押すのに、まあ、1秒としたら1回しかできないわけですけど、コンピューターなんで1秒間1000回ぐらい取引するわけです。1000回、まあ、1000回以上ね、今やったら1秒に1000回もう売り買いを駆使してこうやっていくんで、ボラティリティがどうしても激しくなってる。手数料負けするんじゃん、せえへんねや。そんなしてそんな分かりきったしょぼいプログラムを作らせへんよ、まず。さっき言ってオックスフォードはケンブリッジの人たちが作ってるんですよ。手数料のこと考えてなかったわ。見てろって許されるか。いやでもそんな高頻度やったら、うん、ほとんど値段変わってないのに、うん、まあ同値でね、うん、あの撤退すほぼ同値とかで撤退することになったらさ、うん、手数料負けするわけじゃないですか。証券会社どこ使ってる自社使うでしょ。あ、もうね、手数料いらんの。あ、そういうことか。うん、あるやつやだからもう人間には太刀打ちできないわけですよね。でボラティティも激しくなっているし、それで巻き込まれていくと。なるほどね。でも逆にクォンツ系の中、クォンツ系だからクォンツ系ヘッジファンドって言っても、まあ、パターンはいくつかあるんですけど、大きく分けるとこの超高速トレーディング部門と AI 部門があるわけですけど、うん、AI はその超高速トレーディングの動きと人間、それに巻き込まれる人間の動きも計算してさらに空売りしてきますからね。うん、しかもその中に勝つ AI と負ける AI がおるんでしょ。そうそうそう、そういうことです。ものすごいな。そして今回その中でもずっと勝ち続けたマングループの HL が負けたと、ね、それに勝った AI がいるわけです。すごいやんか、うん、もう僕たちに生身の脳には太刀打ちできひんやんか、うんうん、その中7分してはもうパーフェクトアイのコーナーで的中させていかなあかんってことです。ほんまやショック相場はやめさせてほしい。そのケンブリッジの人たちのケンブリッジの中でもトップのもう超エリートたちが作り上げた AI を7分したら倒していかないとあかんってことです、バッサバッサかっこいい自信はないですそして次にですね、ある意味ちょっと意外だったのがですね、3月3日に FRB は前倒して 0.5% の利下げしました、うん、まあ、緊急利下げですね。そうですね。で下げ幅、利下げの幅はですね 0.5%、 普通は 0.25% ずつ下げるんで、うん、まあ、2倍ですね、通常の2倍。まあ、結構大胆なことをしたんですけれども、アメリカ市場はですね、利下げ発表後に下落と、うん、そのまま株価下落に全くと言っていいほど歯止めがかかっておりません。そうですね。かつてですね、昔はですね、株式市場が大暴落したりして、まあ、ちょっとやばくなってくるとですね、前 FRB 議長のバーナンキさんが金融緩和とかを言って、うん、まあ、相場を助けてたと、うん、だからマーケットはそれをバーナンキプットって呼んでたわけですけども、 ありましたね。まあ、今回のですね、うん、まあ、今回今パウエルさんですが、パウエルプットって言われますけど、なかなかそのパウエルプットは効果発揮してないと。うまいね。まあ、もちろんね、今回の利下げは3月の FOMC、17から18日の FOMC でも利下げするってことは分かっ、もう読み、ほぼみんな読んでたんで、それを織り込み済みっていうのももちろん言えますけども、うん、それにしてもちょっと株価下がらなかったってことで、下げ止まらなかったってことですね。そうだね。さらにこの、その同じ日にですね、ニューヨーク連銀もですね、うん、このコーナーでもずっと言っていますね、隠れ QE の一つとしてですね、この翌日ものレポ市場で大量のさらにまた別の別枠で流動性出してるんですけども、これでも株価下落を防げなかったんですね。つまり FRB の利下げとこの QE4 もやったけど効果なかったと。へえ。不発。いや、でも 6兆じゃないや。まあその時は6兆じゃないかもしれんけど、うん、数千億円ぐらいの買いは入れてるわけですよね。不発。それが不発。それを受けてですね、パウエルさんはですね、FRB 議長のパウエルさんはですね、
利下げでウイルス感染拡大を止めれないって言い訳しています。ウイルスのせいだと。なるほど。利下げでは利下げワクチンじゃないって言ってます。あ、まあ、まあまあ責任転嫁的なね、うんちなみにトランプ大統領はこれはロシアのフェイクニュースのせいだって言ってます。おお、どんなニュースそのコロナのあれがすごく蔓延しててアメリカやばいっていうニュースロシアのせいだって。ああ、なるほど、うん、便利やねロシアあと原油価格下がったからだって言うんですね、うん、トランプさんは。なるほどなるほど。でも原油価格下がったのに悲観せんでもガソリン安くなるからラッキーやんって言ってますけどね。ああ、そうやねトランプさんらしく、まあ、そんな感じで要人たちは言い訳をしているということですけどね。ちなみにこの過去9日間の世界同時株安で、世界の株価は、世界の株価ね、世界全体の株価は時価総額でいうと9兆ドル吹っ飛んでます。9兆ドル、約900兆円。時価総額1000兆円ぐらいいくでしょ。まあまあ、まあ正確に計算したらね、ドル円下がっとるけどね、まあまあ110円としたら、まあ約1000兆弱ですかね、ね、もの時価総額吹っ飛びました。うわ、これはですね中国の GDP の3分の2に相当すると。中国すごっ中国すごい。中国の1年分の GDP の3分の2が9日間で吹っ飛んだってことですね。火の9日間やな。まあ、そうですね。だからそれぐらいすごいことが起こっているということですね。焼き尽くされたわけ、焼き尽くされたわけですね。さらに恐怖指数ビックスで言っても、6日3月6日に日中54とリーマンショック後で最高値にもなっております。さらに前回ご紹介したですね、フィア&グリードインデックス恐怖と欲望指数も、もう恐怖の度合いがめちゃくちゃ上がっておりまして、今極度の恐怖、エクストリームフィアーって言うんですけど、かっこいいやなフィアーは変わりないのにかっこいいやエクストリームフィアに近づいてますね。だからむちゃくちゃ恐れてるっていうことですね。投資家たちもそれぐらい言ってるということです。だから逆にもそれくらいこのコロナウイルスが与える経済の今後の影響を投資家たちはネガティブに見ているってことですね。なるほどね。まあ、アメリカ本土でももうついに感染拡大始まっておりますし、いくつかニューヨークとかはじめ非常事態宣言も出してますし ね、 そうですね、世界中でもどんどん感染拡大しています、イタリアとかもすごい、イタリアなんかも州を4州ぐらい封鎖しましたからね。そうですね、中国の武漢なのに ね、 武漢ですね、はい、で例えば今後アメリカとか、まあ、世界各国でも国境の一部封鎖とか始まったりとか、これで人のとか物の移動が制限されるともう経済のものに影響出てくると、でなので株式市場はその警戒感から、その景気後退っていうのを先取りして、まあ、織り込んでいって世界同時株安になっているっていうことですね、ただこの大暴落の中でちょっとだけ良かったことはですね、債券価格は上がったので、ずっと、2月頭の動画でも言いましたけど、3ヶ月ものと10年ものの逆イールドが解消されました。あ、そうなんですね。それはちょっと良かった。良かったという。もうちょっとだけ良かった。ボンドンマゲドンにならない、そこの巨大爆弾はちょっと火が遠のいたっていう、ね。まあまあまあそうですけどね。でマーケットの一応市場参加者の予想としては、まあ、もう3月3日に下げしたんで17、18の FOMC にさすがに下げはないだろうと、まあ、でも4月にあるんじゃないかというふうに今見ている武器が多いってことですね、まあ、それは期待されているということです。ただこれ今後もですね FRB の政策に特にそれで株価が回復しないということになると、これ金融システムそのもの自体の不信感につながっていって、まあ、金融崩壊というところに進んでいくというギリギリのラインまで今来ているということです、ね、そうですね、金融政策が役立たんかったっていうふうになってしまいますもんね、このままずるずるいってもうたら、まあ、今回はちょっとある意味あの最速相場の面もあると思いますよ、もっとやれと、分かってるやろと、俺らこんなんで満足してないと、あ、そんなことを AI がもう考える時代、AI も考え、まあ投資家は考えてると思いますね、一部の大手はね、0.5 なんてちょいのちょいやから、もっとやれと、本物 QE4 やれという、なるほどね、無言の圧力で下げさせたっていうのもあり、最速相場の面はもちろんあると思います。あ、なるほどなるほど、じゃあそこが発表されたらまた変わってくる、変わってくると思いますね。なるほど、まあもちろんそういったことです、あ、ね、そういうこともあると思います。金融潰す気はないやろからね、誰もそんなこともないと思う。マジで、ほんま、
その辺を詳しく解説しようと思ってウダラの話をしないと無理です。いやいやいや。もうしてええよ。このいや赤やめる変わったところの変わった勢力がやばいっていう話。そうやな。人形劇でやります。まあで日本株もですねアメリカ株に引っ張られて、まあ、大暴落してますし、うん、まあ、円も102円台、うん、まあ、一時101円台も入ったかな。きましたぐらいの円高になっております。ね、うん、まあ、ドルと円と比べたら円の方が。まあ、リスクオフっていうことですよね。まあまあドルが売られてるという方が正しい、ね、あ、そうですね、ドルが売られてるんだ、うん、そうだそうだ、ドルインデックスがめちゃめちゃね下げてますもんね。でもこれはですね、まあ、外国人投資家の動きにも関連してるんですけども、その、まあ、ヘッジファンドとか外国人投資家は日銀の ETF 買いが入った時に、利益確で売って、そのヘッジとしてかけたショートの円を買い戻すんで、うん、まあ、こう円高とか進んだりするという動きですね、うんうんうん、ちょっとこの辺また詳しく円キャリートレードの話とかはまた 別動画でまたそっちでもやりたいなと思っております。はい、いろいろもう今回の動画1本だけでまた違う動画でやりますっていうの 5個か10個ぐらい言ったで。チャンネル登録して30万いっぱいまだまだ遠いよねそれ。神尾 TV もほんまもっとね言ってる会話のコーナーとかスピーチのコーナーとかいろいろやりたいコーナーいっぱいあるんですけども、ちょっとこっちが忙しすぎて、さすがにね株がこんなに暴落してやらないわけにいかないんで、そうですね、なかなかちょっと時間がないんですけど、またやって、うんうん、随時やっていきたい、やりましょう、はい、うん、というわけでですね、もちろん言うまでもなくね、まあ、もう健康第一、自分の命が守ることが何よりも重要ですけども、うん、まあ、とはいえね、プロの投資家トレーダーとしては投資するっていうことも仕事なので、うん、その観点でも感染拡大とか、感染拡大、そしてこの収束に向けた動きっていうのはまたこの別の視点でも注目し情報を収集するようにしていってください、はい、ってことですね、うんうん、では皆さんがもっと知りたいことでもあると思うんですけども、もっと長期の今後の株価の見通しとか FRB とかトランプ政権、日銀などの政策の裏話というのは先ほど話で申し上げていましたけど、ね、まあ、どんな金融政策が出てくるのかという話などはすで、うん、に別動画にてその辺公開しておりますので、まだ見られていない方は続きはそちらでぜひご覧いただければと思います。動画の方にリンク貼っておきたいと思います、うん、まあ、今後の株はどうなっていくのか、そっちが大事ですからね、中央銀行の動きはどうなるのかっていう話詳しくしております、うんうん、さっき言った本物の QE4 の話してますので、ちょっと見ていただければと思います、うん、先ほどね、投資家が、本物の金融政策として何を催促しているのかっていうのような話しております、うんうん、というわけでたびたびもこの動画でももう神尾 TV のずーっと言ってきましたけど、去年の8月14日から世界は変わりました。変わったから実感してきたでしょ。ほんまやね、今回でだいぶと、ね、2年ものと10年もの逆移動起こったら必ず不景気になっていると、うん、これはもう過去50年の株式相場で 100% 当たっていると、うん、もう世界は変わってるんです。ほんまやね、その 世界経済を崩壊させる超巨大爆弾の一発目がまさかこの新型コロナウイルスとは、当然これは予想外ですけども、うん、あのね、今後の核戦拡大のこの、その収束ですね、収束に向けた動きと、うん、FRB などの中央銀行などの政策などによってどれぐらい感染拡大が続くのかということと、 FRB の中央銀行政策がどうなるのか、この勝ち取りによって世界はここから大きく変わっていく。なるほど、ということです。うん、一歩政策間違ったら間違いなく金融崩壊しますからね。そうですね、はい、もちろんコロナウイルスの感染拡大が止まらなかったもやばいですし、そうですね、うん、そんで金融崩壊したら今度は僕たちの生活に思いっきり関わってきますよね。めちゃくちゃ関わってきます、うんうん、っていうところの今もう瀬戸際に来ておるということですね、うん、じゃあどうしたらいいんですか。頑張ろうふわっとしてる最後の最後大事なとこ投資家はこの不況下でも稼げる職業なんで、投資の勉強するのはすごくいいっていうことですね、はい、よし頑張ろうというわけで投資の頑張ろうということですね、まあ、もちろんその辺の最新情報はですね配信してこのコーナーでもお伝えしていきますし、神尾の公式メルマガでは緊急速報としてね、うん、もう今がちょっとやばい、緊急やばい情報が入ってきた時とか、うん、逆に今がもう買いのタイミングっていう情報もお伝えしていきたいと思いますので、ね、まだの方はぜひ登録しておいていただければと思います。お願いします。動画説明欄のリンク貼っております、うん、というわけで今世界はもうかなりやばい位置にいる。ほんまや ね瀬戸際や、瀬戸際にいます。あ、ちょっとあと最後に言い忘れましたけども、日本株で言うとですね、今日経平均がもう2万円割れ、割れました、9000台行ってますけども、この撮影時点では、うん、この価格になってくると一応 PBR 企業の日本の企業の平均 PBR1 倍割ってるんで、うん、ファンダメンタルだけってすごいお買い得ラインに入ってますから、うん、まあ、落ち着いてきたらヘッジファンドたちも買ってくるのはまあ間違いないです。
っていうラインです。あとこれ以上株価が下がっていくとですね、日銀がまあ ETF 買いでずっと株買ってますけど、そのコストにだんだん接近していくわけですよね、平均買取コストに。そこはっていったら日銀が今度赤字を抱えると、中央銀行が赤字を抱えるっていうかつてないとんでもないことになっていくんで、その辺がどうなっていくかもちょっと注目ラインですね。なるほどなるほど。その日銀が、まあ日銀が 極論ですけど、日銀の赤字がすごく膨らんでいた、日銀破綻っていう、中央銀行破綻するという、最悪、まあ、かつてなかったことも視野に入ってきますので、シャレにならんね。中央銀行で株価っていうのは日本だけですからね、たくさん先進国でね。なのでその辺のこともちょっと要注意ということで、要注目ということで、まあですね、はい、まあ、その辺も最近でまたお伝えしていきたいと思います。ぜひ今後も見逃せない情報をいろいろ配信していきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためのチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガも登録お願いします。この動画を見てもらった方は応援のみ込めて、ぜひ見応えのよろしくお願いいたします。動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ちょっと面白かった記事、面白かった雑誌の記事がちょっとだけ、もうちょっと動画なくなったので紹介しておきたいんですけど、これ、フォーブスかな、フォーブスでですね、この人ダーン、ほう、シャーロット・ロスチャイルドさん、ほう、がインタビューされています。へー、ロスチャイルド家の、ロスチャイルド家のね、うんうん、まあ、この方はですね、すっげー優秀で、もし男性やったら間違いなく今ロスチャイルド家全体のトップになってるだろうって言われるぐらい超優秀な方。まあ、そのインタビュー載ってます、うんうん、まあ、ちょっと面白かったので紹介してます、うん、すごくロスチャイルドがいかに日本にこう貢献してきたかみたいなお話をされております。ああ、それちょっとぜひ ありがたいお話ですね。ちょっとぜひ見といた方がいいですね、うん、シャーロットさん、シャーロットロスチャイルドさんね。調べたら出てきます。え、何がですか。このググったら出てくるんですか。あ、これフォーブスはあの、あ、一部無料で読めるんで、うんうん、多分全然今のフォーブス最新号なんで読んで出てきますよ、うん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 、まあ結論から言うと買う必要はないぐらいいいことは全然書いてないですけど買う必要は全然ないです。何もいいこと書いてないちょっと忖度しとけフォーブスなんて買う価値もないシャーロットさんは置いといてフォーブスのことです。フォーブスのことです。ただですね、このロスチャイルドの歴史とかも書いてるんですよね、まあ、ロスチャイルドの初代って言われるマイヤーアムシェルさんかって7代目の思想にあたるとか、ね、そのロスチャイルド家の歴史とかも書いてある、まあ、そういう意味でもちょっと面白い、こういう家系のね、うーん、面白いですね。この辺オープンしていいんやと思って、もうだからオープンしていいんでしょ、うんうんうん、ということでですね、はい、まあ、すごいこのロスチャイルド家のすごくいい面をいっぱい特集してインタビューされております。あ、そうですか、うんうん、ちょっと光の部分です、ね、ただみんなね、なんかロスチャイルズって謎の人物って思ってます。こういう風に普通に表出てきてはるんでね、うんうんうん、でこの人日本語で歌を歌ってはるから、マジで CD 出してますからね。へえ、うん、でもそういう普通の人ですから、うん、ちょっと紹介までにということで、買う必要は全然ないです。え、何だお前、結構ね、ロスチャイルドも出てるんだよって。あ、なるほどなるほど。みんな なんか都市伝説やと思ってるけど普通にいてはるんだよ。あ、いてはるね、うんうん、この人確か歌手でね、すごく優秀な歌手なんだ。音楽家ですよ。へえ。ロスチャイルド家って結構芸術家いっぱい出ますね。あ、そっかそっか、うん、っていう話。別に僕何も悪いこと、陰謀とか一言も言ってない。ほんまやね、ほんま出て、うん、雑誌に出てた人のことを言ってる、ね、日本をすごく愛してくれてる人です。あ、本当ですか。で頼みますお願いします、いろいろと。このね、だからこの家系図の裏話をすればいろいろ見えてくることもあるということです、うん、まあね、うん、まあ、一部で、ほんの一部ですけどね。シャーロットさん、これを見てたら日本をお願いします。神の TV かを YouTube から作ってください。YouTube から作ってどういう意味この人が一言 YouTube に電話してくれたらもう無知無敵なみたいな絶対無敵なみたいな。あ、無敵やろ、うん、たった一言電話してくれたら無敵。何言っても高校生すげえ、まあ、そんなちょっと雑誌で出ましたよって話です。そうですね、はい。